荒野のガンマンは1961年のアメリカ合衆国の西部劇映画サムペキンパーの映画監督デビュー作で出演はモーリン・オハラとブライアン・キースなど AS フライシュマンの小説をフライシュマン自らの脚色で映画化した作品である日本ではワイルド・リベンジ復讐の荒野のタイトルでビデオ発売されたことがあるメディアを再生する アラノのガンマン南北戦争が終わってから数年後、元北軍病のイエローレックは、元南軍病の男を探していた。それは、頭の皮を剥がされかけたことに対する復讐を果たすためである。ある日、酒場で、イカ様を働いたせいで首をくくられそうになっていた、男タークがその元南軍病だと気づいた、イエローレックは、後で、自らの手で殺すためにタークを助け出す。 そして蘇生を隠して、タークとその相棒、ビリーの3人でチームを組み、銀行強盗を計画する。目的の銀行がある街に着いた3人は、ダンスホールで働くキットという小持ち女と出会い、ビリーはキットに一目惚れする。3人が、銀行に押し入ろうとすると、別の無法者が金を強奪して逃げ出してきたため、そのまま銃撃戦となる。そんな中、イエローレックが打った玉が、 偶然、キットの息子ミードに当たり、ミードはそのまま亡くなる。罪悪感に苛まれた、イエローレックは、先住民に襲われる危険を顧みずになき夫が、眠る遠く離れた町にミードを埋葬すると言い張る、キットを護衛しようとするが拒まれる。それでもイエローレックは、タークとビリーを連れて、キットを追い、窮地を救う。三人はキットに同行することになるが、ある夜、キットに襲いかかったビリーを、 イエローレックが追い出すと、タークも、密かに逃げ出してしまう。残された二人は、先住民の妨害に遭いながらも何とか目的の町に、たどり着き、キットの亡き夫の墓を見つけ出す。ところが、そこに、銀行から金を奪って逃走中のビリーと、タークが現れる。ビリーは、もはや不要となったタークを殺すように、イエローレックに命令する。これで、 やっと復讐が果たせると、生き込むイエローレックを、キットは愛を告白することで止めようとするが、イエローレックは頭に深く残る傷跡をキットに見せると、タークを殺しに向かう。しかし戦争中に受けた古傷のためにまともに銃の撃てないイエローレックはタークを撃ち殺すことができない。そんなイエローレックにゴーを煮やしたビリーはタークを撃ち、キットをかけてイエローレックに決闘を挑むが、 タークに、後ろから撃ち殺される。イエローレックはタークに詰め寄り、正体を明かした上で、タークの頭の皮を剥ごうとするが、キットがそれを止める。そこに、ビリーラを追ってきた、保安官たちが現れ、タークを連行する。イエローレックとキットは、ミードの亡骸を、父親の墓の隣に埋葬すると、手を取り、二人でその場を後にする。サム・ペキンパーが企画、制作、脚本。 演出を務めた1960年のテレビシリーズ、遥かなる西部に続き、ブライアン・キースが主演を務めた。また、プロデューサーのチャールズ・ビー・フィッツ・シモンズとキャル役のジム・オハラは主演のモーリー・オハラの実定である。ロッテントマトズによれば、6件の評論のうち83、83%に当たる5件が高く評価しており、平均して10点満点中6.4点,点を得ている。ありがとうございます。